健康保険に加入している外国人の方は、日本人と同様に約40万円の出産育児一時金を受け取ることができます。これは海外で出産した場合でも、書類さえすれば受け取れ可能です。知人の荒川区議会の小坂英二議員は、平成28年の荒川区の出産育児一時金について調査したところ、荒川区での人口比率でわずか 3% の中国人が出産育児一時金支給総額の 26%、 4分の1以上の給付を受けていたという驚くべき事実が判明いたしました。外国で出産した書類を提出されれば、区としては給付せざるを得ない。外国で出産したという事実を確認する手段は区は持っていない。中国ではお金を出せば本物の出産証明書を作ってもらえると聞いているとのことでした。また相当な数の不正請求があったのではないかと疑われる根拠としまして、小坂議員の働きかけで荒川区が実際に出産の事実があったかどうか現地の病院や公的機関に電話で問い合わせると公表するようにした結果、今回の局面で給付申請がなんと半減したそうであります。私が荒川区に問い合わせたところ、荒川区では確かに半減しておりました。まあ、それでも日本人よりはぐっとぐっと多い割合だとは思いますけれども、